テレビ東京の新経済番組ライフイズマネー世の中お金で見てみよう。10月1日スタート。毎週火曜あと11時6分の取材会が23日都内の同局で行われ、 MC を務める林修、門谷明子アナウンサーが意気込みを語った。世の中お金を通して見てみると、今まで見えなかったものが見えてくるというコンセプトで届ける新感覚の経済番組。これまで3回の特番を経てレギュラー化が決まった。その間、日本はデフレから物価高の時代に変わり、一方で円安の影響で安い国日本とも言われるようになった。